市長は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は891-1206。人口は1231人、世帯数は807世帯。1950年10月1日に、鹿児島郡石木村が、鹿児島市に編入された際、それまでの大和みなふさ及び、大和菱島の全域をもって、鹿児島市の町、みな町として新たに設置された。 この項目では、皆吉町の前身にあたる大技、解剖及び大技、非しじまについても述べる。鹿児島市北部、光月川の中流域に位置している。町域の北方には、東又町、北方から東方にかけては、本名町、南方には、岡の原町、花の光が丘、犬は間町、東方には、岡の原町、西方には、 川田町がそれぞれ接している。中央部を東西に、菱島川が流れており、生誕にて光月川に合流している。町域の中央部に、鹿児島市立み吉小学校、南部に、鹿児島県立み吉よし学校が所在している。集落は、皆房無田平下組、菱し島勝負国、天獣、中組、塚谷がある。 1950年10月1日の鹿児島市、編入時に、それまでの大技皆房及び、大技必死島の全域をもって、皆吉町として新たに設置された。全施設では、皆吉町が設置される1950年10月1日までの、歴史について述べる。中世必死島は、鎌倉時代より見える地名であり、薩摩国密院のうちであった。必死透は、 現在の皆吉町及び小山田町の一部の区域にあたる。天覆元年10月2日の総友博ひろ三人契約上に、菱島の地名が見え最初市に対して与えられた菱島などの土地を、総友博ひ自販、元みちが、坂江村に与えるように要求し、最初吉助の承諾が得られたとされる。坂村は、菱島氏の子祖とされる。 上ズ北京坂江村のことを指している。還元5年には、坂江村が、三井院の内日、四島、川田、三島田、城、前田、上原そのの5箇所について、名主職を譲渡された。この所領事業については法治元年に主語である、島津市の島津忠時の承認を得て、関東五教書が発行され、法治2年には、六原短大の志向状を得た。以後、 菱島氏は、所領の増減がありつつも、菱島、川田、西又の三名については、鎌倉時代を通して確保された所領であった。菱島氏の一族は、小山田の小山田氏、上原園そのの原氏、郡山の郡山氏などの氏族があり、それぞれ所領を支配していた。県庁五年には、栄村より、夕飯に、 菱島など5名の所領、孫の忠則には、総領職が譲られたが、栄武以降は、菱島氏が直接統治した領地としては、菱島名のみであり、その他の西又名、川田名、前、棚などについては、夕飯の弟らが、それぞれ大官職を領地した。南北朝時代の菱島氏は小規模な名主職を基礎とした収入が主であり、 経済生活が急暴していた。このため、菱島市に対しても特性例によって特性が実施された。南北朝の内乱によって、薩摩国の在地も内乱の舞台となり、北朝側についていた菱島市に対して、八上市などの鹿児島軍事一族は、南朝側によって兼務4年から翌5年にかけて、菱島にあった菱島城が襲撃されている。 菱島城は、鎌倉時代から、戦国時代まで菱島村にあった城であり、菱島市の居城であった。室町時代には、みなふさが地名として見え、薩摩国鹿児島郡のうちであった。干渉6年の、鹿児島諏訪社祭次第にみな、ふさ村の記載がある。近世江戸時代の菱島村は、薩摩国日置郡鹿児島近在のうちであり、村高は、 天保郷町では1,113国余り、軍村高辻町では1,113国余り、三州五地西洋欄では918国余り、急行給料取調べ町では956国余りであった。天正年間には、島津市の直轄領となり、それまで菱島を統治していた、菱島市の日、菱島義本は違法され、栗の寺島その後日向国の添い地となった。 鹿児島近在の他の村が、鹿児島郡に属するのに対して、菱島村は、日置郡に属していたが、明治時代初期の、旧高給料取調べ庁によれば、鹿児島郡に属していたとされる。皆房村は、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在のうちであり、村高は、三州五地西洋欄では235国余り、店舗号庁では152国余りであった。 天保年間に皆房村は、菱島村に合併されたが、明治時代初期に再び皆房村が菱島村から分離された。町村制施行以後1889年4月1日に、町村制が施行されたのに伴い、鹿児島近在の内上意識村、下意識村、小野村、犬は間村、小山田村、皆、房村、菱島村の区域より、 鹿児島郡石木村が成立した。それに伴って、それまでの皆、草村の区域は、石木村の大技、解剖となり、それまでの菱島村は、石木村の大技、菱島となった。1950年10月1日には、石木村が、鹿児島郡東桜島村と共に、鹿児島市に編入された。これに伴い、同年10月18日に、 鹿児島県広報に掲載された鹿児島県の国示である鹿児島市の一部大技の変更により、石木村が鹿児島市に編入された10月1日に大技みなふさ及び大和菱島の区域をもって新たに鹿児島市の町、みなよし町が設置された。1992年9月14日に花の団地地区において住居表示が実施されるのに伴い、 岡野原町及び、皆吉町の一部より、花の光が丘二丁目が設置された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立皆吉小学校鹿児島県立皆吉尾語学校皆吉町には、特別支援学校である、鹿児島県立皆吉尾語学校及び、 鹿児島市立みなよし小学校が設置されている。鹿児島市立みなよし小学校は、みなよし町4307番地にある、市立小学校である。明治維新前に、筆志島村出身で後に、日本の警察制度を確立した、日本警察の父として知られ、初代大警視となった、川地俊義によって設立された、私塾、名の地校を前身としている。 1876年に、菱島小学校として設立され、1890年に、菱島小学校と解剖文校が合併し、1892年には、皆吉尋城小学校となった。1950年10月1日に、石木村が、鹿児島市に編入されたのに伴い、鹿児島市立となった。 2014年現在の児童数は56名、学級数は7である。小規模校であり、特任校に指定されている。鹿児島県立み吉養護学校は、み吉町千町1782番地1号にある、県立の特別支援学校である。養護学校教育の義務化に伴って1979年に開校した。山彦聖子学園に隣接して建設され、 小学部及び中学部が設置された。2014年現在の児童生徒数は26名、学級数は12である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。川地俊市吉みなふさに関するカテゴリー、鹿児島県立みなよしよご学校に関するカテゴリー。ありがとうございます。